はい、皆さんこんにちは、ピカです。ポータルナイツ続きやっていきましょう。ここはですね、前回迷子になって終了しました。安息の大地に今いますね。で、あまりに敵強いんで、まあ一応こう簡単ですが拠点らしきものを、はい、穴開いてますけどね、拠点らしきものを作ってみました。いやでもね、そこら中のね道もつなげてね、こんなんかね、もうここに雑草生えてますけども気にしないでくださいね。で、もういろいろちょっと成長しましたよ。この格好も見てください。これマントつけてますよ。これ風呂敷みたいなね、なんすかこれ。分かりにくいかな、こうやったら分かりやすいかな。袋邪魔なんすよねこれ。こうやったらね、なんかこういう感じのね風呂敷で、この炭鉱者のヘルメットみたいなやつね、これライトこれついてるんですよね。だから夜道もちょっと、まあ松明ほどではないですけど、ちょっと照らしてくれて明るいんですよ。そしてこれか、採掘ダメージがプラス 12%、 まあ早く鉱石とか掘れるようになるんですよね。これを合わせればもっとね、あ、鉱山のつなぎ、鉱山のヘルメット、鉱山シリーズか。こういう感じな、これ見やすいかな。これでも一応女性でございますね。はい。でね、いろいろ作って、これ銅のつるはし、これも早く、今まで石のつるはしだったんですけど、銅のつるはしでね、早く、まあ見た感じわからないと思いますけども、まあ早くなってるんでしょう。で、ファイアーボールという魔法を覚えたというか、作ったんですよ。手燃えてるの分かりますかな？ねえ。これ出すとこういう感じか。はい。あんまり迫力はないですけども。これね、ドラゴンクエストのメラみたいな、みたいな。メラみたいな感じでね。まあ普通にこの杖で一発当てたら20、30ぐらいのダメージなんですけども、3倍ぐらいのダメージは当たりますね。はい。まあ魔法もいろいろあるんですけど、ね、それもまあこうこういう感じか。今これ作ったんですよね。ダメージが28で、魔法消費量が84かな。これ、呪文のクールダウン。MP 消費量が84か。で、こういろいろ、素材集めたらいろんなことできるんですけども、例えば、高く飛び上がって着地と同時に衝撃波を放って、近接ダメージを与えるとかね、魔法使いらしき、魔法使いじゃないみたいな感じの攻撃もあるのかな。でこれはファイアーボール2で、このファイアーボールを倍にしたような感じですか。これもね、今頑張れば、これはここにいるガメラ、ちょっと攻撃パターン変わったっていうやついたと思うんですけど、あいつ倒せばドロップするアイテムなんですよ。
まあ、頑張ったらこれもできるかなと。で、あの今欲しいのはこの武器で、今この見習いワンドの杖なんですけども、攻撃力11で炎属性ダメージ、最初から持ってる魔法使いの武器ですね。これ魔法の祭壇、前回ちょっとやってみたいなって話してた魔法の祭壇なんですけども、結局できなかったんですけど、作るとね、あのこの自然の力とか攻撃力36か、うん、これは32、これ46、これ欲しいんですよね。これ釜なんですね。これなんか映画釜っぽいっすよね、うん、でこれ欲しいんですよね。今あと足りないのは銅の延べ棒あるから、丸太と精錬された風のエメラルドか、うん、これも作っていきたい。さあそれでは、前回ですね、前回受けたあの左の銅鉱石か、あれもう溜まってるんで渡してきましょう。はい、こういう感じでね、いろいろね改造したんですよ。もうこの岩盤もね、あのくぐり抜けられるようになってね、ここ2階にこれが魔法の祭壇なんですけど、はい、まあ軽く行ってみましょうか。これあの上にね畑作ってみようかなと思ってるんですよ、ここにね。うん、はい。で今回はあのここのあそこに宝箱とかありますよね。宝箱じゃねえな、壺らしきものいっぱいあるんですよ、あそこと、ここか。まあここだけになるかもしれないけどね、そこちょっと物色するという感じですか。さあそれでは鉱石を渡していきましょう。おいよー、違う。持ち物、砥石を装備しておかないと。よし、これでいいな。よし、はい、おやじですねえ。はい、こっちじゃなくて、こっちか。あそこですね、あの建物。で、あの前回のと比べてもらったら分かると思いますけども、こんな箸とかねつけたんですよね。もちろん何回も転落死しております。はい、五輪銃です。よし、で、あ、こいつちょっとぶっ壊すか。で、前回はここで話したんですよね、この人と。まあ、思いっきりここに扉ありましたけども、今回は堂々とね、入って話して渡してきましょう。
こういう感じになってるんですね。これはどこだ、焼却されそうな感じのね、これね、すっぽりと入ってしまいますけど、うん、なんだこれ、作業場か。はい、それでは渡しましょう。作業1451の経験値もらったぞ。はい、渡して交換しましょうね。もう銅鉱石なんかね、今78ありますからね。で、話、はい、ささやかな作業場へようこそ。シミラミチライク、うん、ナンバーワンカイロヤマイ、はいはいはい、よし。それじゃあね、さっき言ってたあそこの宝箱取ってきましょう。これもね、ちゃんとね、道をここ覚えておられますかな。ここでこの人とも話しましたよね。なんか今左に出ていますけど、従者のレギンス作ってくれって言ってた人ですね。はい、頑張ります。はい、ここで前回落ちそうになってましたけど、これも今こういう感じで岩場をずーっと掘り裂くってたんですよね。本当にね、モグラになった気分でしたよ。で、ここ、はい、登っていきます。これね、最初からできてたんじゃないですよ。全部自分で作らせていただきましたね。もう放心状態になりましたけどね、はい、こう景色もいいですよね。はい、砂漠じゃねえな、どう言えばいいのこれ。うん、ここもね、穴ぼこだらけだったんですよ。おお、さっきの人の穴ちっちゃくなってる。穴ぼこだらけだったのをまあ埋めて、ここもちろんここで切れてましたからね。で、あそこの大陸とつなげて、あそこにね、ポータルストーンはめるとこまた見っけたんで、あれも はめなければね、どんどん、そうそう、このポータルナイツはね、47の島あるみたいですね。今僕見つけてるのはそのうちの4つです。まだまだいろんな島があります。はい、最後までこんな顔なんでしょうかね。それはちょっとわかりませんけどもね。はい、それじゃあここ渡っていきましょう。こういう感じになってますね。ここで一回五輪中になっております。転落死です。はい、ここをこれですね、これポータルストーンまだはめてないけどね、はめようか。今材料あるの？いいね、全くございません。で、ここでも五輪中になっております。一回落ちましたね、ここでね。こうやってなんだ、道ここはいいんですけど、こういうとこに道つなげてるときに五輪中になられました。これもね、むやみに回避できないんですね。ここは奈落の底ですから。あちち、はい、それじゃあどこだっけ、あっちか、あ、これ行ってみましょう。
まあただ経験値があるだけだと思うんですけども、これほら光ってるの分かります？ヘルメット松明つけるとこういう感じなんですけどね。あっと、まあ普通に作業する、掘ったりするときはこれで十分かなと。はい、こうここも行って、はい、ここですね。これもよいしょ、松明つけていこうか。よし、壺がありますぞ。取っていきましょう。おいよ、これ何、下いけんのか。松明置いていこうか。暗いね。あー、どっなんか違ったところに置いてる。下なんか行けそうですね。とりあえず上にも壺あったから上の壺取りたいんだけど、ここじゃない。どういう風に行こうかな。じゃこれで、登っていきます。よいしょ。この今759円になってるお金は何なんでしょうかね。一歩間違えたらあっち行っちゃいますぞ。まあ、よけ、袋、足場が見えません。お前、足場見えない。あっとっとっと、あそこに僕の作ったアジトがありますな。わかりますかね。あれは畑でしょうけど。で、こっちにも、あ、これただ普通に削ればいいのか。ね。わざわざ登る必要はないんです。で、これ足場が本当にね怖いんですよ。これ一歩間違えたら本当にね、どっかあっち側行っちゃうんでね。次はこっちか。ここと上にもあんのかな。これで上があれも屋上か。また取りにくいところですよね。一応上まで登ってみっかな。あ、下にも壺が。
よし。上には何もないな。これでね。ここ一番高いのか。もう一個の塔はここだけど、ちょっと低い感じですね。よし、そしたら降りましょう。降ります。ちょっとどっから降りればいいな。広で、壺ここにあったんだけど、あれか。あ、ここにもある。よし、これで全部かな。よし、そしたらこの下行ってみようかな。やることいっぱいあるんでね、何からやっていいかちょっとごちゃごちゃなってきますけど。おー、なんかいますな。あー、2体いますぞ。なんかあの扉を守るように1体ずつ来てください。あ、どこ行った。あれ？死の伯爵か。よし。あ、宝箱ある。まずあいつをご臨終にしてから。よし。この袋ほんとね、あの邪魔なんすよ。お前頭にうんこすんじゃねえぞ。頭の上から離れなくてね、ほんとに攻撃の途中であの視界遮られるんですよ。これどんな役目するのかな。成長もあんまりそうにもないしね。なんだこれ。よー、なんか空洞なってる。違うか。こっち行ってみましょう。二つありますね。こっち行ってみよう。おや。よし。暗いな。松明いっぱい持ってこればよかった。歩く音聞こえるぞ。いや、いくつも扉あるんでごちゃごちゃになってきたぞ。あ、宝箱だ。芋虫か。芋虫。あ、ちっち。よし。
銅板ブロック、松明な何もないとこだな。松明作れるか？作れねえ。丸太が足りない。爆弾のレシピもらいましたよ。なんかいろんな武器あるんですね。よし、ここはこのルートはこれで行き止まりか。うん、今回はこの塔で終わりそうだな。また迷子にならないように開いてない扉を行かなければね。うん、こっちも終わってる、開いてる。でこっちから来たと思うから松明をまた回収します。こっちにはもう用はない。こっちか。よし。うん。これで うん、これでここは終了っぽいですね。じゃあもう一個の塔行ってみましょうか。こっちじゃなくてあっち側ですね。あれなんだ。どう行こうか。石ブロックは52か。持つかな。いきます。よし、
あ、うちの真上だ。これもね、銅鉱石今まで 4回ぐらい叩かないといけなかったのが2回ぐらいで、よし、ここで壺を行けばいいんだ。これあ、降りればいいのか。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よし、これでいけばいいんですね。おい、嫌がるぞ。よし、あっちと同じ作りだな。こっちにも宝箱あるね。あ、今度はこっちに壺がある。下は行き止まりですね。
こっちか、こっちの扉だけか。右にもいる。ポータルストーンはめるゲートだぞ。こんな地下にあんの。いやこれめんどくせえからはめて おきてえな。どうしよう、とりあえずこれを、あれ、あ、これか、一個の石ブロックか。まあこれをその場に置く。よし、これでイベントリーで取り入れて、でアイテムこれを交換と。よし、これではめてしまいましょう。よし、はまっちゃいました。よし、これで、あっち側、他、ここ行けるか。行けなかったらジャンプしましょうね。一つ行ってない扉あったと思うんだけど、こっちか。こっち行って、こっち行ったのか。もう、全部行ったっぽいな。よし、行ってありますな。ジャンプしましょう。今度はどんな島が待っているんでしょうか。それでは行きますよ。ちょっと待って、あっち側なんかありそうだぞ、これ。
なんか青く光ってるのはあの石か。え、あの石か。おー、なんもないの。なさそうですね。あっち側なんか穴開いてるな。外の世界が見えます。よし、それでは。でも外の世界からすぐ入れるようになる。まあいっか。それじゃあジャンプしましょうか。はい、ガネットさん。なんかトロルみたいのいるぞ。これはまたどんなところなんでしょう。いきなりあそこにね、あれゲートあるけど、なんだこの光。おっと、新しい鉱石発見。これなんだ。青のポータルストーン。え、違う、これだよこれ。え、あ、取ってねえか。あれ、取れねえ。あー、そっか、アイテムいっぱいなんだ。これなんだ、庭キノコ。なんかいろんなものが。これちょっと植えとけ。ここ、はい。で、この鉱石は消えております。今の鉱石の正体だけちょっと見たいぞ。なんだこれ。また新しいもの取ってしまった。大地に返します。この鉱石が見たい。風のエメラルドか。そうそうそう、これあのドロップして、あのドロップしてじゃねえな、あの武器、魔法使いの武器強くしたいって言ってたやつ。あ、この素材いるんですよ、風のエメラルド。よし、そしたらこれで今ね、ちょっと待って、武器これか。今見習いワンド使ってるんですけど、攻撃力15ですね。今ドロップじゃない、取った素材でこれできるんですよ、この武器46の。よし、もうすぐできるようになるぞこれ。よっしゃ、はい、それでは今回はここまでにしときます。ではまた次回お会いしましょう。